皆さんこんにちは。今回は日向真子さんをご紹介します。1980年代後半から90年代初頭の黄金期を彩った女優、日向真子さん。幼顔とエイカップを武器に当時多くの男性を魅了した実績から、元祖ロリ系女優と評されています。そんな彼女の経歴やプライベート情報を徹底解説。引退後の噂や高校時代のエピソードは必見です。これを読めば日向真子マニアの仲間入りができますよ。なお、彼女のおすすめの作品は当チャンネルのコミュニティ欄でご紹介しております。よろしかったらそちらもご覧ください。1. 日向真子さんのプロフィール。生年月日、1967年12月27日。スリーサイズ、78、56、83。日向真子さんの魅力は何といっても幼顔のロリ系な雰囲気です。クリンクリンの目や小さな顎、太めの眉毛など全体的に顔立ちが幼く、ロリマニアを欲情させます。また赤ちゃんのようなナチュラル肌も特徴で、弾力を感じさせますよね。そんな彼女のベビーフェイスが大好きなファンも多かったのも納得です。そしてルックス通りに体が幼いのも魅力的。Aカップは少し膨らんだだけで小さく、弾力を感じさせません。一度目の引退からの復帰後は、デビュー時のロリ系に大人の色気も加わり、ギャップ女子の一面まで見せてくれました。また当時は美人で巨乳の女優さんが多かった中、真逆の魅力を武器に活躍したので、元祖ロリータ系女優として今でもファンの間で語り継がれています。そんな彼女をデビューから遡って詳しく見てみましょう。1988年、老舗メーカークリスタル映像からデビュー。日向真子さんは1988年1月に老舗メーカークリスタル映像からデビューします。デビュー当時の名義は、いじりまこです。かなり奇抜なネーミングですが、これは業界の巨匠である村西徹監督が命名。村西徹監督といえば、ネットフリックスで自伝が映像化された、全裸監督でも有名ですが、クリスタル映像の創業者が村西徹監督の恩人だった経緯から、女優の命名にも関わっていました。ちなみにデビュー作も村西徹氏が全てプロデュースしています。作品名は駅弁大将物語です。駅弁ジョギングとあるように、村西徹氏が日向真子さんを駅弁スタイルで散歩するといった内容で、かなりマニアックな作品に仕上がっています。3.1988年、デビュー1ヶ月で日向真子に改名して大活躍。いじりまこ
といった奇抜なネーミングでデビューした後、すぐに同名義でオフサイドファンタジーマコを発売。今後もいじりまことして活動を続けるのかと思いきや、デビューからわずか1ヶ月でヒューガマコに改名します。理由は名前が気に入っていないからです。確かにインパクト先行型の名前で、業界の巨匠である村西徹氏に命名された話題性もありますが、彼女の幼い雰囲気とは違っていますよね。ちなみにいじりまこ名義で発売された作品は2本しかないため、ファンにとっては貴重な作品と言えます。改名して以降も作品出演や写真集の発売など、積極的に活動を続けるヒューガマコさん。特に幼い顔立ちと A カップを生かしたロリ系作品を中心に活躍。また当時は本番を撮影する際、疑似で済ませる女優さんが多い中、彼女はガチで撮影に挑んでいました。4.1989年、女優を引退後、1996年にファン待望の復帰を果たす。ヒューガマコに改名後は数冊の写真集も発売するほどの人気を獲得。単独の写真集以外にも、当時の大人気雑誌デラベッピン、ラ・ヤングデラックスなど、たくさんの雑誌に出演しました。そんな彼女はデビューしてから約2年間で20本以上の作品を発売し、ロリ系女優としての地位を確固たるものにします。今後ますますの活躍を期待したファンも多い中、1989年末に引退すると発表されました。引退理由は不明ですが、ガチ本番で撮影に挑む真剣な仕事ぶりから失踪事件を過去に起こした経験もあるので、過酷だった撮影に限界を感じたのかもしれません。引退を決めた彼女は年内に撮影を済ませ、翌年1月に発売された作品を最後に女優を引退。引退後の復帰はないと思われていましたが、引退から約6年後に、愛しの美人ママに、あなたに酔いたいの、今夜は、を発売して復帰を果たします。5、現在、1997年に2度目の引退をしてからは復帰なし。1996年1月に復帰してからは、かつてのロリ系路線からイメチェンをして、人妻系や女教師作品にも出演するようになりました。実際に作品を見てみると、これまでのヒューガマコさんとは異なり、あどけなさが抜けて大人の色気を感じます。大きく路線変更をして再復帰を果たした彼女。再復帰後も数本の作品を発売しますが、1997年4月に発売した顔に出す2を最後に再び引退をしました。引退後の足取りは不明ですが、一部ではスーパーの店員として働いているとの噂があります。
神奈川県内のスーパーの惣菜売り場で働いている姿を目撃したといった情報がありますが、真偽は不明です。2度目の復帰の最後は少し寂しい終わり方となりましたが、完全に引退した後も総集編やリマスター版が売り上げを伸ばすなど、人気に陰りは見られません。今もし復帰をすれば還暦前になっているので、熟女系としての復帰になりますが、ぜひ復帰してほしいですね。6. ヒューガ真子さんのプライベート。ここからはヒューガ真子さんのプライベートに迫ってみましょう。彼女の現役時代は SNS も普及しておらず、インタビュー記事もないので苦戦しましたが、とっておきの情報をつかんできましたよ。彼女の高校時代を知る同級生の書き込みを発見したので紹介します。美少年系で男子っぽかったと語られています。また胸がなかったとも言われているので、それも男っぽく見えた理由の一つなのでしょう。当時から貧乳だったとは可愛らしいですね。続いては彼女の好きなタイプについてですが、インタビューで好きなタイプはハンサムじゃない人と答えていました。美人なのでイケメンと付き合えそうですが、イケメンは嫌いみたいですね。イケメン、ハンサム、遊び人のイメージを持つ女性は一定数いるので、彼女もそんなイメージがあって好きなタイプはハンサムじゃない人と答えたなら、見た目よりも中身を重視するので好感が持てますね。7. まとめ。ヒューガ真子さんのプロフィールや経歴などを徹底解説しました。大人気ロリ系女優のデビュー名がいじりまこだったのは意外でしたよね。幼顔とエイカップを武器に元祖ロリ系女優として親しまれ、多くの男性を魅了したヒューガ真子さん。作品自体は古いものの、ルックスやロリ体型は今見ても興奮できますよ。彼女の作品をよかったら楽しんでください。今回の動画は以上になります。今後の励みになりますので、面白かったと思われる人はいいねボタンを、他の女優さんも知りたいと思われる人はコメントとチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴くださり、ありがとうございました。